キシコ2大メジャートリプレアと CMLL。 メキシコでは決して交わることのない両団体のやつがノアのマットで夢のコラボレーション。ルチャリブレの威信をかけ GHC に挑みます。ああマスクをかぶっての入場になりました。メキシカンドリームチームプレイボーイマフィア、まずはリッキー・マルビンの入場です。宙を舞う華麗な技にアイドルバリの甘いマスク、人はいつしか彼を空飛ぶジャニーズと呼ぶようになりました。マスクの裏に闘志を燃やすリッキー・マルビン、今リングイン。スティーマスベンツ・ゲレーラ、トリプレアのエースゲレーラ、 CMLL 一番人気のマルビン、夢のコラボレーション、メヒコイケメンタッグがノアマットでメキシコの夢を見ます。ゲレーラ・マルビン、ノアマットに揃い踏みであります。早くもボルテージはマックス。プレイボーイマフィア、ウベントゥ・ゲレーラ、そしてリッキー・マルビン、ノアのマットをメキシコが占拠しました。過酷なるトーナメントを勝ち上がり、大阪大会決勝ではライガー村浜組という外敵を打ち破ったノアのチャンピオン丸藤健太、 9.12 ここ日本武道館ではノアの金丸橋を破り初防衛を果たしました。あれからわずか1ヶ月半、チャンピオンに休息はありません。今度の相手はゲレーラ・マルビン、メキシコから最強の挑戦者を迎えました。健太入場、ノアの、いや日本の誇るイケメンタッグ丸藤健太組、負ければ即ベルトはメキシコ流出の危機、初めて取ったベルトを何としても死守したい健太、ここが最大の焦点は、蹴って蹴って蹴り倒すことができるか、早くもスタッツ戦、目と目があった健太、ベルトを誇示しました。 GHC ジュニアタッグチャンピオン、まずは健太の入場。2001年6月23日リファ有明、 GHC ジュニア初代チャンピオンを目指した丸藤が準決勝でまさかの敗戦。日本の天才の前に立ち塞がったのはメキシコの天才ウベントゥ・ゲレーラでした。その後第3代王者になった丸藤が初防衛に成功した相手もゲレーラ、丸藤の GHC ロード、すでに立ち塞がってきたのはウベントゥ・ゲレーラでした。さあ丸藤姿を見せた、丸藤ゲレーラの因縁マッチ、今度はタッグで実現。両者の対決は1勝1敗、迎えたタッグでの日本メキシコ天才対決第3章、果たしてどんな結末が待っているのか。 11.1 日本武道館、4人が宙を舞う、華麗に舞う丸藤直道リングイン、4人が揃い踏みです。試合前に GEC 会議の管理委員長城広島に選手権試合宣言でございます。認定書、この試合は GHC タイトル管理委員会が認定する GHC ジュニアヘビー級タッグ選手権試合であることを宣言する。2003年11月1日 GHC 管理委員長城樋口。チャンピオンベルトの変化になります。負ければベルトはメキシコに流出します。日本対メキシコ、メキシコから最強のチャレンジャーが送り込まれてきました。トリプレアのフベントゥ・ゲレーラ、 CMLL のリッキー・マルビン、両団体の人気ナンバーワン、エースと言っていい2人がノアマットで夢のコラボレーション。メキシコでは絶対に実現しないタッグです。その挑戦者を迎え撃つノアの丸藤健太、果たしてどんな試合を見せるんでしょうか。60分一本勝負を行います。過去な挑戦者チーム180ポンド、リッキー・マルビン、空飛ぶジャニーズリッキー・マルビン、180ポンド、フベントゥ・ゲレーラ、あらゆるメジャーを手にした、残るは GHC だけ、フベントゥ・ゲレーラ。過去なチャンピオンチーム185ポンド、ケンタ、蹴って蹴って蹴り倒すか、ケンタ185ポンド、丸藤直道。ゲレーラとは勝負をつけなければならない丸藤直道、果たして防衛なるか、あるいはメキシコにベルト流出か。丸藤君と健太君
今日は死なないでね。セミカル中川の挑発いただきます。ありがとう。早くもベルト奪取を宣言しましたリッキー・マルビン。丸藤健太先生頑張ってよ。マルビンに教わったのか。ゲレーラも日本語でアピールであります。日本対メキシコジュニアイケメン対決。おっと T シャツを丸藤投げつけた。健太にも投げつけた。ゲレーラマルビン早くも両者挑発しています。おっと T シャツを2枚着ていました。わーさらに着ている。これは挑発合戦。ゴングを待たずして試合が始まりました。さあ4者が入り乱れている。高いのキックはゲレーラ。今ゴングが鳴った。さあゲレーラが飛ぶのか。さあまずはマルビンが行くか。三角飛びがプラッツァー。スタンダーオンサイドキック。早くもメキシコ勢が空中戦。空中戦を仕掛けた。ならばとキックで大山健太です。蹴って蹴って蹴りまくるか。ラリアット返していきました。放送の解説は桃田光雄選手です。桃田さん、はい、早くもメキシコ勢飛び技を見せましたね。いやすごい、あのまた角度でっていうかね、予想もつかないような角度で飛んできますんでね。そうですね、また2人がほぼ同時で仕掛けますから。これはおっと健太がいく。これは連携技です。飛び箱のように健太が飛び越えたかに見えましたが、パワーブの要領でいきました。さあ今度はダブルの攻撃だ。おっとダブルの619。これは高度な技、なんと2人同じタイミングで見せました。いや桃田さんどうですか、はい、この2人のテクニック。いやちょっとこの言葉がですね、動きについていけないような状況ですよね。そうですね、2人が組むのは実は今シリーズノアで初めてというマルビンとゲレーラ。ゲレーラはトリプレア、そしてマルビンは CMLL。 アウト蹴った。円錐に蹴りを見舞っていきました。さあ行くか。垂直落下で落とした。ケンタが落としていった。さあゲレーラをかばした。どうだ、2つで返しました。共にメキシコを代表する2つの団体のトップレスラーといっていいゲレーラとマルビン。この2つの団体の選手が組むということはメキシコでは考えられないことなんだそうです。さあ逆に連携か。おっと逆に返すか返すか。おっとかわしているかわしている。うまくかわしました。ショルダースルーした。ケンタ着地している。エルボー。さあマルビンとマルフジラリアットかわした。トラスキック。そしてゲレーラにおっとかわしておいて、いや本当に動きが、まあ、要するに本人たちも読みづらい部分があると思うんですけどね、はい、あの解説してる僕たちも本当に読みづらいですね。どこを見ていいか分かりません。なんと2人で前方回転右固めを2人で返した。何か2人が同じなんでしょうね、リモコン操作機で2人を同時に動かしているかのような、ですよ、ね、そんな感じですね。これは見事な連携をそれぞれのチーム。さあ飛ぶか。いやくるっと1回転。これは丸内と健太も見ています。それを見て飛ばないマルビン。メキシコイケメン卓球ゲレーラマルビン。おっと尻尾が取れたか。その尻尾を投げつけました。まあ、フベントゥゲレーラはトリプレア、そしてリッキーマルビンは CMLL。 桃田さん、この2つはもうメキシコを代表する2大団体と言っていいですよね。あの全くその通りだと思います。あ、そちらはゲレーラの奥さんです。あ、これだけねやっぱり動ける選手ってのはメキシコでも本当に少ないと思うんですよね。まあ、もちろんメキシコっていうのはあくまでも動きが中心の、要するにスピードがね、中心の、要するに試合場っていうかね、はい、テアトリーなんですけども、まあ、この2人はやっぱり本当に動きが素晴らしいですね。そうですね、まあ、ですからこの2人が組むというのはどうでしょうね、例えに当たっているか分かりませんが、ノアの選手と新日本の選手が1人ずつ組んで、そうですね、それもトップの選手が要するにその組んでるという形でしょうね。ですからメキシコのプロレスファンがこの試合を見たら、まあ、驚いてまた喜ぶでしょうね。いや本当ですね、そういったタッグをこの丸藤健太は今日は迎えなければいけないわけです。さあまた速い動きになってきた。あっと健太も飛び越えていった。ドロップキックか。いやリプロックした。上を飛び越えていった。さあどうする、距離取ったぞ。足を捕まえた。カバーに入る。カウント1つも効かせません。足を取る。これもカウント1つも入らない。おっと、蹴りで来るのかと。今ブルースリーのような格好で挑発をしましたフベントゥゲレラ。それに奥さんもにっこりです。2つで返しましたフベントゥゲレラ。
桃田さん、この4人のファイトスタイル比べますと、はい、ケンタが若干、まあ、違う戦い方しますね。そうですね、あの基本的には要するにあの蹴りとかね、はい、あのパンチとか要するにあのケンタ選手は対応しますんでね、特にキックは重いですしね。そうですね、あのもちろんジュニアなんですけどウエイトはだけど重いですよ。ヘビーぐらいある、はい、あのキックしてきますんでね、その蹴りを食らって一度場外にエスケープしましたフベント・ゲレーラ、再びリングに戻ってきます。まあ、ケンタ自身もこの蹴りを生かして相手を追い詰められるか、あるいは3人の速さに置いていかれるか、試合が始まってみないと分かりませんと話していました、ね。おっと、丸藤に対してお前来いよと言いましたリッキー・マルビン。まあ、初来日が99年4年にわたる来日のキャリアがあって、もうこの人は日本語ペラペラですね。そうですね、あの、まあ、彼自体も日本語を勉強してるんじゃないですかね。あ、そうですね、あの発音がものすごいあのいいんですよね。さあそのマルビンとマルフジ、おっと一回転してエルボー入った。マルフジはマルビンが走ってくるのを待っている格好でしたが、なんとジャンプして後ろからエルボーで行きましたリッキー・マルビン。169センチ小柄ですが非常に速さがあります。おっとショルダースルした、マリアットがおっと突き上げた、ショーテー、ショーテーを見せましたマルフジ直道。この辺りはトーナメント決勝ライガーから奪い取った、坂場に入った、ここも2つで返します。試合時間は5分を経過しましたが、一体どれほどの技が飛び交ったでしょうか。あっとセカンドロックからサードロックとトップロック入った。さあ場外に丸藤、そこにゲレーラがいる。おお、足を絡めてさあどうするんだ。あとはベースクラッシャー。そしてこちらが映っている間に今度はマルビンがケンタに対して蹴りを見舞っていきました。いやー、この日本武道館のお客さんどこを見ていいか分からないかもしれませんね。いや本当ですね、動きが本当に読めないというかね、初代 GHC ジュニアタッグチャンピオンの丸藤直道、そして健太 9.12、 ここ日本武道館で1度目の防衛は成功しました。2度目の防衛戦メキシコからもう最強の刺客と言っていいでしょう、ゲレーラ・マルビンを迎えています。 7.16 大阪大会でした。丸藤健太はライガー村浜という外敵を下して初代の GHC ジュニアタッグを手にしました。さあグラウンドに行った、これがあっと足を取れました。この辺りも独特です。そうですね、これは完全にメキシコ風 の、 その決め技ですよね。あっと思い切り、まあ、メキシコでは関節技のことをジャベというそうですけれども、まずはそのジャベを一つ封印から紐解きましたマルビン。ジャベとはスペイン語で鍵という意味です。高さに捉えてコーナーに吊るした。さあこういうことをすると次何するのか、マルフジはもちろんお客さんも全く予測がつきません。場内に拍手を煽ったマルビン、距離取った。さあジタンダでどうする、スライディングキック、強烈顔面、もう一丁といったリッキーマルビン。この辺りはお客さんの心の付け見方も分かっています。おっとマルフジは起き上がった、これはよく見ていました。さあ今度は足を捉えた、足を捉えて股間を締める、ケンタが股間を締める。これはマルビンにとっては予測もつかなかった展開でしょう。さあそしておっとゲレーラもやられている。さらにはマルフジがマルビンに行った、全く先が読めません。この戦っている選手たちはどれぐらい先のこと考えているんでしょうかね。いや考えているっていうより、その場その場でやっぱり条件反射みたいな形で相手の動きを読まないと、はい、読みすぎると危ないですよね、常にその状況に応じて動かないと、はい、もう動きようがないというか。そうしてみますとここまで、まあ、この4人でなければできない試合が展開されてますね。そうですね、全くその通りだと思います。これ1人でも違う動きをする選手がいれば全く試合全体の流れも変わってくるでしょうしね。流れは変わってきますね。完全にこのメキシコの速い流れに、どうなんでしょう、ゲレーラ・マルビンペースでいいいいと思いますね。この2人のペースに結構、はい、丸藤健太組が乗せられてるというか、そういう雰囲気はありますよね。うまく対応して、さらに上を行っているような局面もありますよね。そうですね、そのルチャリブレ、まあ、プロレスのことをメキシコではルチャリブレと言いますが、ルチャドールの2人を相手にスピードでも全く引けを取っていません。ケンタ・マルフジ、初代の GHC ジュニアタッグチャンピオンです。ケンタからマルフジへタッチを交わされました。このマルフジからしてみればゲレーラとは因縁があります。初代の GHC ジュニアシングルの王者を決めるトーナメント、まあ、丸藤は優勝候補の筆頭に名前が挙げられていたんですが、準決勝でフベントゥ・ゲレーラに敗れました。まあ、そういった経緯もありまして丸藤が第3代 GHC ジュニアの
チャンピオンになった時、真っ先にチャレンジャーに指名をしたのがゲレーラ。その時はここ日本武道館でゲレーラを下しました。去年の 2.12 武道館大会、知らぬいでゲレーラを下している丸藤。そういったゲレーラとの、まあ、ここまで1勝1敗という因縁もあってでしょう、この挑戦者にゲレーラを今回指名した丸藤健太組です。これは高さ、さらには威力がありました。カエル跳びのようなボディープレス。そうですね、本当に体あの丸藤選手の良さっていうのは、要するに自分の体重を、要するに軽い体重をより生かすというかね、はい、その倍にも3倍にも体重を要するに持っていくというか、本当に体の使い方がうまいですよね。そうですね、さあ今度は丸藤がグラウンドで締めていきます。これはまあ体を使っている。ここはロープブレイクです。マルビンが捕まる時間が徐々に長くなっているでしょうか。リッキー・マルビン、もうおじいさんもお父さんもルチャドール、弟もルチャドールというルチャ一家に育っていますリッキー・マルビン。23歳ですがデビューがなんと15歳ということですから。そうですね、メキシコは早いですね、もう8年ものキャリアを誇っていますリッキー・マルビン。まあ、桃田さんもプロレスでメキシコに行かれていますけれども、はい、このメキシコのルチャというのはどういうものなんでしょうかね。そうですね、あの基本的にはそのまずレス、要するにルチャドールっていうのがものすごい数いますんでね、はい、あのまあ一説で3000人を超えるようなルチャドールがいるって言われてますので。あ、そうですか、やっぱり幅が広いですよね。ああっとアンクルホールド、アンクルホールドに取りました。キックを捕まえた、しかし縄を外さない、足を取った。これはケンタは気をつかれたか。いや、こういったテクニックも持ってるんですね。あのメキシカンの選手にしては、ゲレーラ飛んだ、顔面へのミサイルキック、ケンタが危ない、カバーに入っている、2つで返しました。いや、メキシコの選手にしては珍しいですよ ね、 そうですよね、ああいう、ね、関節技を使うのはね。そしてケンタが今日疲れているところに今度はゲレーラが飛んできました。この辺りの連携はさすがとしか言いようがありません。さあ腕を取ってエルボー落とした。おっと、この辺りは本当にうまく連携が取れています。さあ一往復したぞ、もう一度打った、これもタイミングが合っています。いや、これだけど両方からサンドイッチみたいに挟まれるような状況でしたね、はい、今ケンタは苦しい、カバーに入りました。カウントは2つです。 CMLL の超人気レスラーリッキー・マルビン、トリプルエアのエースフエントゥ・ゲレーラ。これまでメキシコで、まあ、両団体が双璧を成していることもあって組んだことは一度もありません。この10月シリーズ初めて組んで、あの2人のタッグはこれが3試合目なんですけれども、どうですかこの連携は。いや、素晴らしいですね、本当にもう今までに何度も組んだことがあるような雰囲気を持ってますよね。そうですね、このリッキー・マルビンももう何年も組んでいるような感覚だとゲレーラとのタッグについて話していました。組んでいるといろんなイマジネーションが湧いてくるんだとリッキー・マルビンは話しています。あと丸藤がカットに入ろうとしたところ、もう今はしてないよという、こういったおどけた動きも何か持ち味ですね。そうですね、相手の要するにそのなんていうんですか、やる気を削ぐというかね、はい、試合中丸藤に笑顔も見せるんですが、これがなかなかリズムを作っているようですね。そうですね、相手とすれば本当にあの今日疲れるというかね、はい、やりづらい部分はあると思います。はい、さあ CMLL のマルビンからトリプルエアのゲレーラへ逆水平で倒しました。重みがありますね。ありますね、まあ、ルチャの選手といいますとどちらかというと軽くて早く飛ぶというイメージですが、はい、ゲレーラのこの上腕二頭筋かなりパワーを感じますね。そうですね、さあこの状態からケンタを抱え上げてパワーボンか、いや裏勘で返した返した、さあどうだ、カウントが入るが逆に返した、前方回転していったゲレーラ、これも2つです。ケンタがいくか、足を捉えたがくるっと1回転してどっちが押されているんだ、ケンタが押されている、逆にゲレーラが返す、これも返しました。なおもいくか、なおも足を捉えてもう一度、あっとこれはブリッジしていった、ブリッジしていった、そしてこの体勢から体を入れ返した、逆さ押さえ込みか、いやこの体勢で腕を捉えています。さあ力を込め合う両者、ゲレーラがケンタの動きを完全に止めています。盛り上がるゲレーラの上腕二頭筋、昨日日本に来たという奥さんもこの武道館ゲレーラの戦いぶりに視線を送っています。腕を捉えているケンタは苦しい、ケンタの戦う時間が長くなってきました。ゲレーラ腕をひねってラリアとかしたバックに回った、ジャーマンに行くか、腕を取り返した、さあロープからゲレーラが何を持ってくるか、バックを取ってジャーマン、おっと着地した、着地した、低い弾道でしたが着地しました。そしておっとリバースリティが、いや抱え上げた、いや逆に体勢が返っている、返っている、この後はしかしケンタが返したか、いやいや今のゲレーラ打ち付けていったんですね、今ゲレーラですね、あードラゴンスリーパーに入っている、完全に入っている、丸藤が勝利されました。ケンタの
を捉えています。さあこれは危ないですね。これは完全に喉が開いていますね、はい、これは苦しい、これは苦しくなった。左手も添えたゲレラ、ケンタが捕まっています。リングの中央です。さあ今度はスリーパーに行くか。スリーパーに入りました。丸藤は右肘を痛めたか。マルビンが丸藤の動きを封じ込めています。リングの中央、ケンタの動きが止まりました。いや飛び技だけではありませんね。本当ですね。あの前半はね結構飛び技で特に対応してましたけど、はい、後半は結構寝技っていうかね、多いですね。そうですね、はい、この辺りは試合の流れという組み立てもあるんでしょう。ゲレーラ、さすがはアメリカ、日本、メキシコ、もうプロレス三大大国を股にかけているだけあります、フベントゥ・ゲレーラ。さあトリプレアから CMLL へと、メキシコ人から見れば夢のタッグ、タッチを交わしました。さあ再び夢のコラボレーション、メキシコの夢がこのノアのマットの上で花開きます。まずはマルビン、さあ背中を使うか。背中を使った、おっと、しっかりいった。スピードありますね、今の勢いありますね、はい、いやこれが組んでまだ2週間足らず、3試合目と思えませんね。あ、ケンタの動きが止まってますね、いや危ないですね。さあ行くぞといった元祖メキシカンロベロスペシャル、釣り天井見せるか。ここで作りました、釣り天井、リングのど真ん中です。おっとローリングしています、ローリングしています。これをメキシコではよくあるんですか。めったにメキシコでも見たことないですよ。そうですか、そして変形カメルダリア、カメルダリアに行った。これは厳しい、頭を上げている、テコの原理だ。キック落ちました丸藤。いや実に効果的な攻めを見せますね。素晴らしい攻めですね、またゲレーラが関節技、締め技に行くとマルビンも締めてきますね、はい、この辺り試合の機微というものが完全に両者ともに分かっています。フービーと組めばいろんな連携のイマジネーションが湧いてくるんだと話したリッキーマルビン。ケンタの怒りに火がつくか。体勢入れ替えた。さあキックが出る、ようやく来た。ここで日本のファンが顔をほころばせました。ケンタのキック、やられた分やり返すか。おっとライオット、リッキーマルビン逆に返していきました。カバーに入った。カウント2つでロープです。桃田さん、会場の雰囲気を見ますと、はい、どちらかというとケンタ丸藤寄りかと思いきや、はい、意外とこのマルビンゲレラの声も多いですね。そうですね、彼らのやっぱり動きにやっぱりお客さんもね、かなり声援を送ってみたいに見えますよ ね、 ファンの心も。おっと1回転、1回転してのダイヤモンドカッターのような形からカバーに入りました。全く動き予測を許さないリッキーマルビン、おそらく今日ここでこんな技初めて見たよと言っているファンも多いでしょうね。いやー本当ですね、さあさらに攻めるか。おっと張った、張り手を見舞った。おっと裏剣かわした、ラリアットもかわした。ケンタが捉えたスリーパー、逆にスリーパーでお返しです。ケンタここで一気に試合の流れを変えたい。ケンタなかなか丸藤にタッチがかわせません。抱えたバックドロップ、旋回して打っていきました。しかし試合の流れは渡しません。リッキーマルビン、ここまでほぼ一方的にメキシカンの2人が攻めていますね。そうですね、もう完全にメキシカンの2人の要するに攻撃にはまってるという感じしますよ ね、 そうですね。2人のルチャドール、ノアマットでケンタを痛めつけています。ルチャリブレとは自由への戦い。あっとバックを取った、しかし着地します。ここでも流れが切れないか。ケンタ7番とパワーストーム、さあ丸藤タッチを交わした。初代 G1 ジュネタックチャンピオンの意地、マルビンに攻め込んでいます。丸藤直道、張り手打った、手を捉えている、ロープを使って、あっとゲレーラカット、あっとミサイルキック、さらにアームホイップしていった。距離を取った丸藤、ラリアットかわしたトラスキッカー、いや蹴りを打った、腕を捉えて逆に振った。さあマルビンがどうする、ショルダースルーをして、しかしエプロンに着地している。エルボーと張り手の打ち合い、ケンタも来た、ケンタも止めた。さあスワンダイブしてどうする、ケンタ、先の先の先まで見ているか。高速で行われている詰将棋のように先の先その先まで読んでいます。さあ丸藤、何を持ってくるんだ。ニュートラルコーナーの上で片手で取る、しかしそこにゲレーラが行く。ゲレーラが行く、ゲレーラ何をするんだ。これは連携技か、連携技か。あっとコーナーかけるフランケンシュタイナー、コーナーかける高さ2倍のフランケンシュタイナー、うおー来たと、プレスラウトしていった。丸藤捕まった、どうだ、返した、なんとか返しました。いやいやいや、あの高さから
いやーコーナーポスト2つ分の高さですよ。そうですね、最初丸藤が肩車か何か仕掛けるのかと思いましたら、あとセカンドロープからあっとくるっと一本前方回転した。どうだ。いやー動きは本当に読めないですね。そうですね、さあ終わりと叫んだゲレーラ、ロープに振った丸藤、終わらせてはたまりません。おっと旋回して DDT、 この辺りも素晴らしい。お客さんの声援を見てると完全にもうこのゲレーラ丸ビーノに染まっています。おっとアルゼンチンのような体勢だ。旋回して飛行機投げから前に落とした。さあ足を捉えた、エビがダメだ。丸藤2つでなんとか返しました。しかしこのゲレーラの攻めに湧いています。ノアのホームマットで GHC を守りたい丸藤健太、しかし観客の声援をも味方にしようというメヒコの2人、ゲレーラ丸ビーノ。おっと膝蹴り、膝蹴り、シャイニングウザなのか、完全に顔面を捉えた。しかし2つで返している。かつては WCW でグレートムタとも対戦しているフメント・ゲレーラ、まあ、その頃シャイニングウザードは使われていませんが、いや今の膝も入りましたね。いや入ってません。要するに丸内選手の膝に乗っかって膝を蹴りを言ってます ね、WWE クルーザー級王者、第36代 IWGP ジュニア王者、数々のメジャーを手にしたゲレーラ、最後のメジャーともいえる GHC に手をかけるか。しかし丸藤もやられっぱなしでありません。顔面キレイスライディングキックです。20分が経過しました。いやもう20分ですか。もう早いですね。全く時間の経過を感じさせません。それだけ中身が濃いこのジュニアタック。さあ知らぬ一か止めた、知らぬ一か止めた、フービードライバー、相手の18番を18番で返しました。丸藤の動きが止められた、知らぬ一か返された。精神的ショックもあるでしょう。ゲレーラ決めるか、GHC を手にするか。コーナートップからコーナーって前方回転、どうだ、なんとなんと前で回った。さあケンタをマルビンがカットした。丸藤が450スプラッシュを食らった。鼻から流血丸藤、完全に入りましたね。もう入りましたね今のはね。あしかしトラースキック気味、ドロップキックで返した。顔面から流血丸藤、女性ファンの悲鳴が聞こえてきそうだ。日本の誇るイケメンタッグケンタ丸藤、その丸藤から流血、メキシコの誇るこのイケメンタッグが果たして GHC を日本海に持って帰るか、メキシコに持って帰るのか、ベルトは太平洋を渡るんでしょうか。あとマルビンが今顔面を鉄柵にぶつけました。かなり痛がっています。ご覧のように顔面を押さえて痛がっているマルビン、左の目をぶつけたでしょうか。試合の権利はケンタとゲレーラ、両サイドのセコンドは定位状態です。さあ蹴り勝った、蹴り勝った、これで決めないといった蹴り、メキシコは蹴り倒せケンタ。 GHC を守るためには蹴って蹴って蹴りまくるしかありません。顔面カバーレッタ、ゲレーラ返せるか、2つで肩を上げました。これだけ蹴ったのにカウント通過というケンタの表情、ゲレーラタフですね。タフですね、数々のベルトをめぐって死闘を繰り広げてきました。28歳ですがキャリアは10年、18歳でデビューをしました。お父さんもルチャドール、あと足に来ています。足から崩れ落ちていったフベントゥ・ゲレーラ、父のフエルサ・ゲレーラもメキシコで人気ルチャドール、まさに先ほど話があったキラ星のごとく数のいるこのルチャドールの中でひときわ輝きを放っている2人、フベントゥ・ゲレーラ、リッキー・マルビン、夢のコラボレーションが果たして GHC を持って帰るのか。おっと両膝蹴り、それを阻止したい丸藤健太。さあ4人の中ではパワーファイターの健太がトップロープを使ったスワンダイブで行く、ミサイル効く、丸藤が丸瓶をカットした。さあ再び試合の流れが速くなってきました。健太が決めるか、リングの中央だ。おっとファルコンアロー、試合を決めるか、2連発でいった、ファルコンアロー2連発カバーに入る。あと2つで肩を上げました。しかしゲレーラの動きも止まってきてますね。いやー今の効いてますよね、かなり反応はもう悪くなってますよね。ただケンタも先ほど一方的にやれる時間があったせいでしょうか、ダメージは残ってます。確かにね、動きが足が止まってきている部分もあります。激しい激しい前半戦でした。さあ決めるか、ケンタが得意の決めのエンズに行った。さあメヒコへの飛び差は壊している、どうだ、メヒコへ、おっと裏から7、裏から7、腕を取った、腕を振って逆十字、左腕を取った、ゲレーラは左腕を取った、マルビーはカットに入りません。完全に腕が伸びている、腕が伸びている、腕が伸びている、どうだ、
の経験でしょうかね。いやそうですね、あのうまいこと体を要するにあの回してきましたよね、スタミナも粘りもありますゲレーラ。しかしケンタはここが一気に決めたいところでしょう。押しているのはケンタです。初代の GHC ジュニアタッグチャンピオン。あっと蹴りで返していく、蹴りには蹴りで応戦。トリプレアのクエンティゲレーラ、エルボの打ち合い、左右の連打、両者足を止めた、石の張り合いだ。もうあの華麗な飛び技なくなりました。両者ともに意地で GH に手をかけたいゲレーラ。あっとエンジンに蹴り、禁断の蹴り、ゲレーラがケンタを蹴った。これはケンタにとっては屈辱的かもしれません。いやそうですね、なんと蹴りを見舞っていきましたゲレーラ。あっとショルダースルーした花道、しかし着地しています。あっとダイヤモンドカッター、トップローブを使った。さあ丸藤狙っている、しかしその丸藤にも行くか。ヘッドスタート、ウィングスタート、タイプ。そしてスライダーをしてこちら打った、フランケンシュタイナー連発。さあゲレーラ決めるか、フービードライバー、ベルトがメキシコへ渡るか。おあっと引き起こしました、ゲレーラが引き起こしました。 GHC ジュニアのシングルでも見られましたが、まだこの攻めでは満足できないか。さあ一気にいけるか、タッチしろと言っています、マルビンが変わると言っています。しかしゲレーラ自分で決めるか。ケンタ苦しい、ケンタは苦しい、足を捉えた。さあどうする、フィッシャーマンズの体勢ですが返すか、逆水平、フービーが行く、来た、メキシコを蹴り倒しましたケンタ。さあ両者動きが止まった、両者動きが止まった。ベルトはメキシコへ渡るのか、初めて GHC を手にするのかケレーラ。一方自らのキャリアで初めて手にしたベルト、 GHC タッグジュニアを守るのかケンタ。パートナーが控えるコーナー、マルフジ、そしてマルビンが今入ってきます。試合は一進一退、全く油断を許しません。再び加速度を増してくるクラスキック、あーこれは完全に入ったクラスキック。危ない危ない、いやマルビンもトライスキック今も綺麗に入ってましたね。そうですね、169cm79kg と小柄なマルビンですが重みのあるトライスキックです。おっとトップロープから、トップロープからラーケブラーダー返した丸藤。いやメキシカン空中殺法、その全てをここで今日封印を解こうというリッキーマルビン、ルチャドールの真髄ここノアのマットで発揮しています。さあ返せるか丸藤、ニュートラルコーナーに追いやっています。試合はもう25分を経過しています。その長さを全く感じさせない。さあマルフジが再びフランカー、あーっと股間を打ちつけられた。さあマルビンがトップロープからフランケンシュタイナー。いやいや今日は何度の流れが起きたんだ、流れ式流れ式また流れ式から打ち切る。あ壊した壊した、下のロープで行きました。この辺りはもうどういう流れなんだ。いやマルフジとしては少しホッとしたところもあったでしょうね。そうですね、619をかわしてしてやったりと思っていたところ、なんと今度は下のロープでやりました。おっとマルジが蹴るか、しかし防御しています。マルビンも防御している、お互い蹴り合い防御している。ダイエットマルビンが倒した、マルフジの動きも捕まってきています。あーケンタかわした、ケンタかわした。さあトラスキック、さあゲレラも入ってきた、ラリアットかわしてラリアット、マルフジが2人を分断しました。さあマルビンを捕まえた、マルビンを捕まえた、連携だ連携だ、肩車からさあ2階から行くぞ、超天空メッコ、あーっと丸め込んでいる。そして試合の権利があるのはケンタだ。今レフリーは両手で叩いてました。いやそうですね、これにメキシコの場合には当然あれはあり得るんですけどね、はい、あそうなんですか、同時はあります。試合の権利があるのは誰だ、ちょっと混乱してきましたが丸藤とマルビンですかね。しかしここはケンタとマルビン、さあ逆に何が仕掛けるのか、ゲレラがスワンダイブしてフランケンシュタイナー、これも2階式、2階から突き落とすフランケンシュタイナー、何度これを見せたでしょうか。さあ今度はマルビンがコーナーの上、ノアのトップロープの上がこんな忙しかった日もないでしょう。おっと足から落ちていった、そして膝蹴り、もうリングの上というよりはリングの上空で試合が行われています。マルビンをマルフジが捉えた、
もうタッチは交わされていないような気がしますが、もう何もかもないという試合。さあ、なだれ式で丸藤何を見せるか。丸藤か、丸藤か、おお、沈めました。こんな技は見たことない。メヒコの上を行きましたマルージ。空中殺法でメキシコを越えていきましたマルージナオミチ。リッキー・マルビンを突き落とした完璧なる知らぬい。後方回転したの知らぬい。マルージベルトを守りました。いや、最後の技は桃田さん、いやー、なんて言っていいんですかね、あれ、ね、やっぱりあの変形の知らぬいになるんですかね、トップロープからの知らぬいです。なだれ式ともまた違いますよね。ちょっと違うと思いますけどね、一回転してコーナーの上に立った状態から落としていきました丸藤。あの形だと完全に相手に要するに自分の体重を乗せられますんでね。そうですね、まさに通常の知らぬいよりも2倍の威力でリッキー・マルビン落としてきました。何か最初から最後までジェットコースターに乗っていたような気分でした。第6試合 GHA ジュニアタッグ選手権試合、チャンピオン2度目の防衛に成功です。丸藤健太が再びその青いベルトを手元に戻しました。メキシコが送り込んだ夢のタッグ、プレイボーイマフィアの2人、ゲレーラ・マルビン、ベルト出しはなりません。今再びそのベルトがチャンピオンに渡されました。いや、桃田さん、はい、名勝負でしたよね。素晴らしいですね、本当に。なんていうんですか、動きが読めない、はい、お互いに多分選手もお互いに読めなかったんだろうと思いますけど、素晴らしい動きでした。最後は丸藤がそのメキシコ仕込みの空中殺法のさらに上を行くような知らぬいで返していきました。リッキー・マルビンを下した丸藤、あ、今握手を求めます。あと、ベルトを手にして、あ、両者の腰にマルビンが丸藤に、ゲレーラがケンタに、それぞれベルトを授与です。これは最大級の賛辞ですね。そうですね、まあ、それだけお互いにやっぱり戦ったからこそ、はい、お互いのなって良さっていうか強さをね、感じ取ってるって感じですね。そしてこの場内のお客さんの大歓声がこの試合のレベルの高さを物語っています。グローバルオナードクラン、地球規模の崇高なる王座、その称号にふさわしい戦いをしました。あ、マルビンが泣いています。リッキー・マルビンの目から大粒の涙、試合への満足か、そして敗れた悔しさが、あっと、ベルトを腰に巻きました。これには思わずゲレーラも感激の表情。チャンピオンにふさわしい戦いをしたんだという丸藤健太のメッセージですね。そうですね、お互いにお互いをやっぱり認め合ってるという感じしますよね。そうですね、日本メキシコイケメンタッグ対決、この健太丸藤の活躍で女性ファンが増えましたノアの会場。その女性ファンも含めて大きな拍手がこの4人に送られています。そして再びチャンピオンはあなたたちですというマルビン・ゲレーラ、あー、それに対してご覧のポーズになりました。ここまで称え合う、あの試合を見れば何か感じるところもありますね。こんだけやっぱり長時間、29分19秒にもわたる死闘でした。あ、今一瞬ゲレーラがマルフジを見てニコリとしました。まあ、もちろん悔しさもあるんでしょうが、何かそれを感じさせない清々しさがありますね。はい、何か4人のここまで培ってきたプロレス、ルチャの素晴らしさを全てここのリングで見せたという試合でした。まだ称え合っています。そしてお客さんも惜しみない拍手をこのリング上の4人に与えています。ゲレーラにも大歓声です。スタンディングオベーションの日本武道館、試合には敗れました。しかしそれ以上にファンの心に残るものがありました。フベントゥ・ゲレーラ、ゲレーラ・マルビン、トリプルエアと CMLL、 メキシコの送った夢のタッグは惜しくもタイトルには手がかかりませんでした。しかし日本でそれ以上のものを残しました、ゲレーラ・マルビン。